スランは、ベルギー、ワロン地域リエージュ州の都市、基礎自治体である。スランには、旧コミューンである、ボンセル、ジュメプシュルムーズ、ウグレが含まれる。リエージュ、アンス、エルスタル、サンニコラ、フレマルなどの各都市や自治体などとともに、人口60万人のリエージュ都市系を構成している。スランの南は、コンドロ群で、アルデンヌ地域へと続く。いくらかの人や、 陶器の破片、武器、送信軍の発見は5世紀から6世紀頃のもので、スランではフランク人の時代から人が定住していたことを証明している。最初にスランが文献に登場したのは956年のことで、カロリング町がムーズ川の両側に領域を拡大し領有し始め、サランと呼ばれるようになり、シントトロイデンの修道院が寄贈されている。すべての領地はすぐに、 リエージュ死教領となった。中世を通じて、スランの住民は、免税を交換条件に河川を防御することで、リエージュに対して、忠誠を尽くした。私船に変えて、最初の木造の橋が1381年に、築かれている。町の名は時代を減るごとに変わり、現在のスペルでの表記は18世紀からである。産業革命の到来によってムーズ川に近いことや、 ウグレでの石炭の発見など、当時様々な要因が結びつき、スランは産業の投資家を引きつけた。最初の製鉄所が設立されたのは1809年のことである。イギリス人企業家のジョンコ・ケリルによって、鉄鋼業は、航路や従来の木炭の代わりに石炭を燃料に用いることで変革がもたらされた。新機軸をもとに1817年。 コケリルは企業を起こしている。次の10年間はさらに多くの夜勤工場や芋の工場がこの地域に設立され、ワロン地域の工業の中核を担うようになる。ガラス製造業は安い石炭が手近に入ることから設立された。クリスタルガラスで有名なバルサン、ランベール社は1826年にスランで創業を開始している。ありがとうございます。